ていただきまして、はい、ちなみに今部長が持っているものが実はあのみかんとかそういう名前じゃないんです。レモンでもないんです。何かわかる方いますか？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、男の子も分かってくれたの？ありがとうございます。じゃあね、もしよかったらね、何だと思うか教えて。いいね、いい答えですね。レモンはとっても美味しいんです。でもね、いい答えで素晴らしい。お色もね、レモン色だし、中の果肉もレモン色です。もう正直言ってほぼ正解、大正解。皆さん大きな拍手、ありがとうございます。ありがとうございます。あの正直私も、これレモンじゃないのと思いましょう。でもね、実際あの他の名前を言いますと、はるかと言います。